Yeah. You must be blinded by the lights. We came to shine here. Watch it look daytime in the night. We bring the vibes here. We full of life, you keep the change. Keep the change. They hate and say we went and changed. Why stay the same? You must be blinded by the lights. You must be blinded by the lights. OK! FWJ MC 野澤翔です。ということでゴールデンウィーク真っ只中、連休初日になるのかな、はい、やってきました。ブレイズオープンです、リージョナルショー。もうこのブレイズオープンといえば思い出深いな、 IFBB プロ広川翔一選手、これデビューで優勝、もうこのブレイズオープン。あと IFBB プロ石本ファルーク選手もこのコンテストでデビューを飾ったというね、もう思い出深い大会でございます。そしてあれ、野澤翔の記念すべき MC デビューもこのブレイズオープンということで、思い出がたくさん詰まっているコンテストということでね、なんとこの大会には5月21日エボルギアプレゼンツヒデ山岸アイリスカエルジャパンクラシックプロクオリファイヤーに出場する選手が多数エントリーしているビッグマッチとなります。本当に楽しみなコンテストとなりました。さあそしてなんとコロナ明け延べ400人を超える選手がエントリーしております。どんな戦いが待ち受けているのか、非常に楽しみなコンテストとなりました。ブレイズオープン、どうぞ皆さん最後までお楽しみあれ。対象部位に入りやすいなっていうのが、まあ、最初の印象っていう感じですね。一番好きって言っても過言ではないけど、ストレッチがかなり入る、そうですね、マシンかなっていう、まあ、すごく動きとして新鮮、しっかり入ってくるので、エボルギア39、はい、カロリックです。ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、どうぞ。選手の方、4連戦お選びください。はい、おはようございます。おはようございます。阿佐ヶ谷姉妹は阿佐ヶ谷です。自己紹介を。はい、メンズフィジークのクラス B 出場する真名子慎太郎です。お願いします。1年ぶりですね。そうですね、コンテストちょっと去年出れなかったんで、今年1年ぶりということで頑張りたいと思います。だからいろんな活動されて、はい、めっちゃフォーム系忙しかったですね。そうですね、ちょっと去年は別の仕事とかもあって、まあ、そっちはそっちで盛り上げてアイランド行ってましたもんね。行ってましたね。そうなんですよ。なんで戻ってきて、あれどうでしたか、はい、反響は。反響はでもなんだろう、見てくださる方はたくさんいたので、まあ嬉しいです。嬉しいというか恥ずかしいですね、なんかね。今日は、21日のために。そうです、21日の出場権を得るために出ます。どうですか調子は。調子21がピーク持ってこれるように、今回の今日のコンテストは特に調整してないんですけれど、まあその中でベストを尽くして頑張りたいと思います。はい、頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。本当に。で、そんなの。そうですね。今日はサポート。サポートです。デビューです。デビューですよね。いよいよ。頑張ります。チームパワーハウス千葉ジャパンです。どうですか。まあ初めての割にはすごい頑張ってくれたのでね、楽しんで。はい、頑張ります。ビシビシやられたんで。何度も泣かされたんで。はい、泣きました。泣かされたってどっちが？違う。どっちも厳しいから。どっちも泣きます。頑張ろうね。はい、よろしくお願いします。今日千葉先生こうやってサポート入ってますけど、どうですか。いや、光栄すぎて心強くて、なんか心配がもう何十分の1ぐらいに、あとはもう自分次第だなっていう、ね、心のケアが非常に強いのでありがたいです。いい言葉を。ありがとうございます。いいっすね。初出場で。初出場ですね、はい、そうなんです。
です。大阪はですか？大阪です。大阪パワーハウスの会社まで。わざわざ、はい、埼玉まで。遠征をさせていただきます。気合入っております。ゆうさん、でかいですね。あ、で私パンプしそうですね、これ。ゆめさんのパンプ。どうですか、ゆめさんがこうやってあの続けされて。もう貴重すぎて、なんか本当にベスト尽くさないという。はい、ダンスですね、楽しいんで。はい、はい、食べていただいて、食べてください。バンドって YouTube やってるんですか？あ、 YouTube やってますね。人気YouTuber。 あ、もう大人気 YouTuber です。アイルトモカというグループで活動させてもらってます。え、普段はどういうやつを何ですか、配信してるの？あ、普段はなんか寸劇っていうか、そのドラマ撮りみたいな形で、はい、コント撮ってます。へ、ね、すごいですね。ありがとうございます。今日は何回目ですか？これ、フィジーク1回目ですね。最初です。ファーストですね。はい。え、初めて出たんですか？あ、そうですね。去年、一昨年がベストボディジャパン出てて、で、今年初めてフィジークに挑戦っていう形ですね。なんで FWJ にしますか？いやー、もう、なんか憧れというか、まあ、一回ベスボでちょっと大会の感じ掴んで、こう出ようみたいな感じでしてる。はい、どうですか、仕上がり？仕上がり、どうですかね。ちょっと微妙だったかもしれないですね。はい。もう優勝のつもりで来たんですけど、なんか呼ばれなかったですね、番号。友達、はい、一緒にやってる人と。いや、違います。大学の友達で。はい、今度はいつ出るんですか？あ、次もノービス。ノービスですね。はい、どうですか？ A クラスと B クラス行け、次は優勝します。次は今1位から4位確定したんで、表彰は楽しみですね。頑張ってください。ありがとうございます。今年 FWJ のコンテストに出場される方、ぜひエントリーの際にですね、自己 PR とかご記入いただけたらなと思います。これ YouTube チャンネルで皆さんにインタビューをぜひさせていただきたいと思ってますので、ぜひご回答いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。プロテインです。ありがとうございます。すいません、はい、卵白のプロテインお持ち帰りください。ありがとうございます。盛り上がってきましょう。盛り上がって、盛り上がっていきましょう。今日は声出せるんで、よろしくお願いします。今日声出せるんで、ね、もう今日明日と来ますけど、ここね、もう今日から声出せるから、いつもプロレスやるみたいにいつも立ち上がってみんな盛り上がっていくと、おーって、ね、こうやってやってますから、今日もやりますよ。で、もちろん、ジャッジの紹介とかプロレスをコールしたりとかね、これでね、坂部ヘッドジャッジが絶対クバーって絶対いじってくれますしね、はい、やりますよ。今日3年ぶりですよ、3年ぶりね、今日いい天気ですし、盛り上がってきますよ。多分一番声音我慢してたのはこの人だと思います、ね、盛り上がってます。応援団長、今でもプロレスでもね、声出せますから、ほいほいほいってね、やりますよ。今日もね、盛り上がっていきましょうね。盛り上がって、ね、盛り上がっていきましょうね。よろしくお願いします。FWJ 最高です。もう痩せましたからね、もうね、かなりね、そのうち出ちゃいますからね。ね、ね、まず出ませんよ。出ません、出ません。盛り上がっていきましょう。盛り上がっていきましょう。ありがとうございます。おはようございます。はじめまして。薬学生トレーニング、はい、今日は観戦しに来ました。いつ出ていただけるんですか？ FWJ。 いや、まだ筋量が足りてないから、もっと成長したらいつか出たいなと思ってます。今日は観戦しにということなんですが、はい、誰の応援に来たんですか？フィジークの110番の方の応援に来ました。友達です。大阪の人ですよね？大阪です、大阪です。 でも誘ってくれた方は東京の方で。なんでこう東京選んだんですか？なんかその友達が出るくて、一緒に出ようやって言われてて、断れずに出るみたいな感じ。応援メッセージをいただいてもいいですか？本当に初めての大会なので頑張ってほしいなと思います。楽しんでください。ありがとうございます。今日は初めてどうですか？初めて、はい。
どうする？結構緊張なく楽しみえてるかなと思います。今回90番の選手の方、初めです。90番の選手の方、ここ入ってください。本当ですか？ずっと隠してきたっていうか、なんですかね、まあね、今年ちょっとチャレンジしてみようかなということで、7年筋トレしてて初めてですね。7年はやってた？7年はちょっと隠しながらやってました。今日お友達に誘われて、あ、そうです、そうです、はい、来たんですね、はい、どうですか雰囲気で、やっぱファーストチャレンジって言ってもでかいですね、ね、レベル高いなって思ってます。まあでも楽しみながら頑張ります。53番の方います。53番、おはようございます。おはようございます。今日は誰の応援に？弟の応援に来ました。弟、はい、今日はどこから来られたんですか？京都から来ました。京都から、はい、弟さんも京都です。わざわざ、じゃあ、はい、もう、はい、まあ、埼玉ですけど、はい、いらっしゃって、はい、なんで初めて出るんですかね？あ、2回目かな。2回目、はい、見るのは？見るの初めてです。初めてです、はい、どうですか？楽しみです。昴生頑張ってな。優勝目指せ。お姉ちゃんと、はい、わざわざ、わざわざ京都から来てました。はい。やっぱりその今回は、いろんな人にサポートしてもらったんで、そのサポートも感謝して今日はステージを楽しめればなと思います。70番、ごめんなさい、70番、この後ろで今日、はい、去年初めて、三重の大会でファーストチャレンジフィジーク出て、で今回ノービスチャレンジで、2回目の挑戦になります。減量が2回目っていうこともあって、ちょっと思うように落ちなかったりとか、したので、結構辛い現状になったので、今回はちょっとその分頑張ればなと思います。遠いところからわざわざありがとうございます。ステージ頑張るので見ておいてください。おはようございます。こんにちは。いい自信を持ってますね。ありがとうございます。今日は誰の応援に来たんですか？息子の応援に来ました。息子さん、はい、どこから？山口県の防府市から来ました。遠かったですね。遠かったです。いつ来られたんですか？昨日の仕事が終わってから飛んできました。あので、息子さんは五反田にいらっしゃるんですか？そうです。あ、そうなんですね。じゃあ息子さんにこう今日は会いに来つつ応援にも来たと。そうです。旅費も出してくれるというので来ました。親孝行ですね。ですかね。いつまでいるんですか？明日には帰ります。じゃあ今日応援して明日に帰っちゃうと。はい。頑張れじゃん。お母さん、はい、山口から来てましたね。はい、山口から、はい、わざわざ来てくださいました。あの母の日ということなんで、なんか親孝行したいなと思って、はい、せっかく減量した体を、まあ、来週母の日なんで、あの見せたいなと思って、はい、ご招待をしようと思って、はい、前回はちょっと無理な減量したので、なんか健康とやっぱり両立したいなと思って、食物繊維とか栄養面とか気をつけながら、あの減量しましたね、はい。どうでしたか？はい、ステージ立ってみて。いや、楽しかったです。あのノービスクラスで、あの最後ファイナルゴール残れたの初めての経験なので、あの本当に嬉しかったなと思います。楽しかったです。ありがとうございます。素敵なステージありがとうございます。本当にでお母さんに、はい、一言ください。いや、もうこんな、過酷な、ね、競技ですけど、健康な体に、あの産んでいただいたことが本当に何よりの、感謝ですし、はい、本当にありがとうございます。いつもお世話になってます。わがまま言ってすいません。これかもわがまま言うと思いますが、こんなバカ息子よろしくお願いします。ヤッホー、おはよう。おはようって。変な顔しないで。恥ずかしくなっちゃった。誰の応援に来たんですか？これから見たらおじさんか。おじさん。私の弟です。家族総出で。ゴールデンウィークのね。はい。頑張れすんでね。どこから来たんですか？私たちは茨城から来て、でも弟は東京に住んでて、はい、駆けつけました。せーの。金、頑張れ。
みんな茨城から来てる。あ、そうですそうです。はい。いいっすね。あ、本当ですか。今日オープン初めて。オープン初めてです。はい。どうすか調子は。いやー、調子はいいんですけど、みんな調子がいいですよね。だからもうちょっとビビってますよね、正直。みんなでかいっすね。ちょっと楽しいです。正直楽しいです。応援してる方も、はい、いつもありがとうございます、去年より体は披露できればと思うので応援しててください。いつもありがとう。皆さんにお知らせがあります。なんと、FWJ のオフィシャルチャンネルがメンバーシップを始めます。このメンバーシップというのは月額490円で皆様に、様々なコンテンツを配信してまいります。そのコンテンツの中には、FWJ メンバーがライブ配信で皆様の質疑に答えるというね、超豪華な、内容となっております。そして他にも各このリージョナル賞コンテストの、高画質の試合の模様、各クラスの模様を切り抜きで、そしてオーバーオールはノーカットでご覧いただけるというコンテンツもあります。さあ、そしてこの
Q&A、 皆様の質疑応答に答えるのは SWJ メンバーですけれども、 MC の野沢翔はもちろんなんですが、はい、ヒデ、山岸、あの帰ってくるマスターズで帰ってきた、現役復帰する山岸プロも、回答に入っていただくと、内容に入っていただくということで、非常に楽しみな展開でございます。他にも豪華ゲストがあるそうです。メンバーシップチャンネル、その名も FWJ ラボというタイトルで皆様にお届けしてまいります。さあ、そしてフィットネス業界の最新情報もこのチャンネルなら一番最初に見れるんじゃないかな、見ることができるんじゃないかな。本当に早い情報を皆様にお届けするのが FWJ ラボでございます。 FWJ のオフィシャルチャンネルから登録ができますので、皆様ぜひご参加ください。誰でもできるルーレット開催うん、めちゃめちゃ美味しいです。頑張ってよかった。あ、こちらも。こんにちは。ご来場ありがとうございます。お気に。今日はどちらからいらっしゃったんですか。あ、京都から。京都から。はい、いただきました。この服装は。常からの舞妓さんはいつもこの格好させて持ってるので、このままやってもらいました。今日はなんでこの会場に来ていただいたんですか。お客様を応援しに、はい、寄せていただきました。お客さんっていうと どういうお店のお客さんみたいな。あ、そうそう、はい、あ、常からお世話になってる方が、ね、はい、あるので、今日は京都から2人で寄せていただきました。わお、こういうボディービルの会場に来るのっていうのは初めてです。初めて。どうす、どうです。いや、もう圧巻です。全然別の世界に来たみたいなんですね。どうでした、その、お客さんはもう指導されました。はい、あの最初にしはったのと、またこれから5時ごろに、はい、またしはるので応援させていただきます。あの今日は声援 OK ですので、はい、ぜひ全力で全力であの声出して応援していただければなと思います。はいはい、ぜひ最後まで楽しんでください。はい、ありがとうございます。今日は 何目的で来たというか。今日はあの、はい、ビートムのビートムさんブースで来ました。ブ、あのブースサポートみたいな感じですか。そうですね、はい、ありがとうございます。岡田さんの自身 の今後のコンテストの予定みたいなところは、一応8月のジャパン、東京プロと11月のジャパンプロを一応確定で決まっていて、余裕があればその近場でちょっと海外があればなっていう感じですね。ちょうど東京プロまであと3ヶ月半ぐらいですか ね、はい、そろそろ減量開始、ちょうど2日前から減量開始です。おお、なんでまだ顔パンパンなんですよ。こっからですね。こっからですね。岡田さんはもうこっから顔がこけていくんですよ。ぜひ、はい、プロ、まあ、2戦目になると思います。そうですね、はい、期待してます。ありがとうございます、はい、これはライブ、まあ、いや、ライブじゃないです、収録です。今日は誰の応援に。今日は、真名子慎太郎選手。ありがとうございます。あと、うちのジムの、タイガさん。で、多分おそらく今日はボディビル初めて出てると思います。クラシックじゃないんだ。そうです、まあ、クラシックとボディビル両方、はい、まあ、出れるようなタイプの選手なんで。なるほど。金木さんの自身の今後みたいな。僕の今後ですか、はい、足ちょっと怪我しちゃって何があったんですか、あれ。あれはあのいきなり 100m ダッシュをしてしたら、エンジンがぶっ壊れたみたいな、はい、そんなお茶目なというか。あの昔から結構走るのが好きで、はい、タイさん格闘が好きなように、はいはい、昔からもう走るのが好きで、学校の時代とかもいつも1位に争いするぐらい速くて、はい、走るのが得意なんですよ。で自分でまあ鍛えたりして10キロマラソンとかも走ったりしてて何回か、はいはいはい、まあ、もちろん選手の前、はい、うん、だからまあその立派な競技場で撮影ってなったら、はい、まあ、走りたくなってしまって国立競技場ですね。そうそうそう、あそこ行ったら走りたくなるじゃないですか。まあそんな感じで、スタートの時にもうピキッ、アスター最初の 30m くらいのところで、うわー、こっから行こうみたいな感じだったらポンってなって、うおー、それトレーニングに影響、まあ、もちろんあるんですけど、はい、まあ、ちょっとポジティブに考えて、はい、まあ、その足が鍛えない分ちょっとまあ他のところを強化しつつ、増量期を2週間伸ばして、
まあ、もう少しサイズアップはした。ってことは初戦をちょっと遅らせて、初戦を2週間遅らせて、その分バルクアップとして、まあでも結果的にはいいと思います。お、結果的には。なるほど。国内の今年の大会では東京プロもジャパンプロも視野に入れてて、ちょっとなんかこの若い層とか新しいプロが、まあ、噛みついてきたら、はい、まあ、もっとモチベーションも上がるんですけど、今はまだみんな結構静かで。そうですね、まあ、でもここからちょっと上がってくると思うんで、はい、まあ、でもその前にアメリカに2つあるんで、まあ、今はそこにだけ集中して、はい、でも東京プロ、ジャパンプロ1つ2つディフェンディングチャンピオンですから、まあ、そうですよね。その、はい、そこはそういうのもあって、まあ、出たいとは思ってます。ありがとうございます。そこの、まあ、1年スキップしてどんなインプルーブしてきたと思います？そうですね、なんかもう全体的なシェイプ、フィジークってトレンドが変わってきてるので、V シェイプだったり T シェイプだったり、今のトレンドに合わせたりとか、あとコンディション、最後のこうコンディション作りっていうのが僕の中で課題だったので、はい、ちょっと今回は、まあ、21がメインなのでちょっと今回試しではあるんですけれど、まあかなりいい状態を作れたかなと。ありがとうございます。今はあれですよね、移住したんですよね。あ、今はそうです、沖縄に住んでます。はい、え、沖縄出身ですか？あ、違います、千葉です。よく勘違いされるんですけど、はい、苗字がだってね、いや、まあ、僕ね、おじいちゃんが九州なんですけど、沖縄は全然関係ない、はい、そうなんですか、ね、はい、ただ好きで、まあ、好きで沖縄でいるだけです。そうなんだ。じゃあ金木フィットネスジムに行ってももう会えないです？あ、まあでも、あの、行ってはいるので月1ぐらい、はい、あ、そうですか、はい、そのタイミングでお会いしましょう、はい、では沖縄から初のプロじゃないですか、もしなったら。そうですね、IFBプロ頑張らないといけないですね、はい、頑張ってください、はい、はい、OK、以上、慎太郎さんです、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、OK、では、直前ですけど、まず自己紹介お願いします、はい、あ、はい、稲垣和人と言います、山岸さんの弟子企画で、4月中旬までラスベガスにいました、はい、今年 FWJ は、まあ、今年というか、はい、今年度初ですね、はい、はい、初めて今日出て、次5月21日出ます、はい、海外のアメリカの大会でオーバーオール取ってましたけど、はい、あの、国内の我々の FWJ の大会、はい、今日どんな気持ちで、はい、いや、すごい注目、山岸さんのやっぱ YouTube に載ってるんで、すごい注目度が高いコンテンツだったので、なんか変にプレッシャーを感じてはいたんですけど、なんかその初めての FWJ のコンテストを今年すごい楽しめて取り組んでいけてるので、このまま楽しんでやっていきたいと思います。カテゴリーは何に出ますか今日？今日クラシックフィジークとメンズフィジークのオープンに出ます。今年の目標というか今後の流れみたいなところ、今後、まあ、5月21日もっとコンディションを上げていい状態でそこでプロを取りたいっていう風なイメージはそこですね。どっちで出るんですか？5月21日は両方出ます。両方、はい、エントリーしました。もう、まあ、どっちかで、はい、IFBB プロに。そうですね、なりたいんで頑張ります。山岸さんも来ますんで、はい、意気込みを最後一言お願いします。はい、はい、変なことできないんで、もう絶対取ります。 OK、 ありがとうございます。簡単に自己紹介お願いします。杉浦光平と申します。ありがとうございます。いつもパーソナルトレーナー？そうですね、銀座でパーソナルをやってます。本日出場されるカテゴリーは、クラシックフィジークのクラス B です。はい、あのプロクオリファイ、に出場されたこともある？そうですね、でもちょっと今回はまだちょっと今日の出来次第っていう形でちょっとまだ分かんないです。予選ではちょっとセンターからちょっとずれてましたんで、ちょっとまだ確定じゃないですね。なるほどなるほど。最後に、まあ、決勝に向けての意気込みをお願いします。ちょっととりあえず全力を尽くすというところで頑張ります。頑張ってください、ありがとうございます。では自己紹介をまずお願いします。はい、川野龍馬と申します。本日出場されるカテゴリーは、メンズフィジークのノービスとオープンですね、はい、ありがとうございます。サポート、サポートの薮田雄大です、はい、ありがとうございます。山岸さんの弟子の YouTube に出てました。お二人を、そう、お二人をご存知の方もいると思いますけど、山岸さんの弟子の、第2企画みたいな感じですかね。第2期生ですね、はい。で、川野さんは今日 FWJ の大会って初めて？2回目です。2回目ですか、はい、どんな意気込みを？そうですね、でもあのアメリカでそれこそ山岸さんのところで大会に出てるので、はい、やっぱりアメリカで出るよりも、はい、緊張感とか全然なくやれてます。確かにホームですもんね。そうですね、なんか言語とかも全然不安はないので、うんうん、
ただ今日アマチュア結構レベル高い大会で、めちゃくちゃ高いです。選手数もめちゃめちゃ多いと思う、はい、どうでしょうレベルの高さみたいな。いやもう本当に皆さんすごい選手ばかりで、はい、どれだけ自分が通用するのかを本当に確かめたいと思って今日出場したので、はい、爪痕を残せるように今から頑張ります。なるほど。ちなみに5月21日日で山岸ジャパン、もちろん出場させてもらいます。お山岸さんも来日されます。そうですね、はい、師匠の前でどんな姿を見せますか。いやもう過去一のベストのコンディションで、はい、もう自信を持って立つっていうところを一番意識して、うん、山岸さんにいいとこ見せれるように頑張りたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、さあ雄大さん、はい、ご自身の、はい、まあ、今後の流れみたいな。あ、そうですね。自分はちょっとお休みして、はい、秋か冬ぐらいのリージョナルに出て、でその次の年でちょっとプロクロイファイに挑戦したいかと、はい、なるほど、いうふうに思ってます。じゃあ来年が本番みたいな。そうですね、ちょっと今年ちょっと温めつつ、はい、来年が本番って感じで。今日はじゃあ頑張ります。サポートみたいな。今日も完全にサポート、龍馬のサポートで、はい、来てるので、まあ、彼が勝てるようにしっかりサポートしたいと思います、はい、やっぱ心強いですか。めちゃくちゃ心強いですねパートナーですか。アメリカで共にしてきた仲間なんで、はいはい、すごい心強いです。なるほど。で最後までまず今日は頑張ってください、はいはい、ありがとうございます、はい、以上川野さんと雄大さんのインタビューでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。OK、すみません、ありがとうございます。自己紹介お願いします。ただいま、FWJ と APF に出場させていただいてます竹下龍平と申します。昨年の本当ちょうど4月5月 と、リージョナルとプロクオリファイ FWJ の方で出させていただいて、であまりこう結果振るわずっていう形だったので、うん、まあ、APF っていう新しい団体にちょっと出場してみたいなと思いまして移行して、昨年 APF のグランドチャンピオンシップスっていうコンテストで、まあ、一応フィジークモデルというカテゴリーにおいて日本一取ることができました。でまた舞い戻ってきたという形で昨年からヘッドジャッジの坂部さんより指摘いただいた点、そちらは改善できたと思って今日舞台に立つので、そちらを注目していただければと思います。竹下さんといえば2年前のプロクオリファイ5月バーバーでやった時、そうですね。でちょうど僕ブレイズオープンで、なんでブレイズオープン選んだかっていうとすごい思い出があって、僕が人生で初めて優勝したコンテストっていう意味もあって、うん、ブレイズオープンがどうしても良かった。でこの埼玉県の三郷文化会館っていうのも僕が初めて出場したコンテストなんですよ、2018年の NPCJ っていう FWJ の前の団体の際にグラビーカップっていうコンテストがあって、そちらでメンズアスリートモデルと当時はねシークロノービス、はいはい、ダブルでエントリーさせていただいて、まあ、すごい思い出のある舞台であり思い出のあるコンテスト、もう両方本当に僕にとって大切な思いがあるコンテストなので絶対に勝ちたい、優勝でオーバーオール取りたいっていう思いで来ました。プロクオリファーについては2年ぶりの、そうですね、出場するとしたらもう2、はい、あ、2、1年ぶりですね。1年ぶりですか、はい、ちょうど昨年の本当同じ、はい、はい、秀田山が試合で帰る出させていただいたのでっていう感じで、まあ、リベンジっていう形ですね。そうですね。あ、そっか、2年前があれですよ、クラス優勝してでオーバーオールでエディさんと、そうですね、 あとファルクさんとか、はい、あとスティーブンさん、あそこすごかったですもうちょっと全然違うなっていう、ただ全員プロになりました。そうですね、はい、ただあそこから僕なりにその改善できてると思うので、それを今日のステージでちょっと楽しみにしていただければ、SNS で本当普段からたくさん応援してくださってる方々いらっしゃるの でその方々からもやっぱりブレイズ出てほしいっていうお声があったので、うん、もう本当いろんな思いがある。なるほど大事なコンテストです。まずは、まあ、今日ライバル多いと思いますけど、そうです、ね、意気込みをお願いします。まずは優勝、必ず今日決めるっていうこと、もう優勝だけです分かりました。それ以外は考えてないです。期待してます。ありがとうございます。竹下さん、ありがとうございます。バンプアップ中すみません。ありがとうございます。自己紹介お願いします。メンズフィジーククラス制に出ます、広森大輝です。息上がってますね。上がってます、すみません、まあ、去年ブレイズとプロクオリファイ去年1年前出たんですけど、どっちも2位だったんで、はい、今日は優勝できるように気合い入れてきました。去年の5月21日覚えてます。覚えてます、はい、岡田亮平さんに、はい、岡田さんはブレイズオープンですね。あ、で、神山さんに宝村さんに、あ、そうそうそう、宝村夏樹プロの親友ですね。そうだそうだで、クラス優勝2位でオーバーオール惜しくも出れなかったのが去年の5月のプロクオリファイです。はい、そうです、そうです。今年にかける意気込みなんていうところ、そうですね、1年間まあ開けて、まあ、挑んだんで、まあ、ここでいい結果出して5月のプロクオリファイにつなげられるように頑張ります。鈴木です、お願いします。すいません突然本日にかける思い意気込みみたいなところ、そうですね、まあ、21日のクオリファイの、まあ、まあ、前の試合ということで、まあ、調整そこまでしないんですけど、まあ、でも勝つ気持ちで盛り上げる気持ちで来てるんで、ちょっと楽しみに
昨年アマチュアオリンピア惜しくも、まあ、クラス優勝とはならなかったですけど、そうですね、まあ、寺島さんの体を見てすごく僕も勉強だったり感じるものがすごく多くて、まあ、彼のファンになったんですけど、まあ、そこを目指して今年は作ってきたので、はい、ちょっと応援よろしくお願いします。どんなところインプルーブしていきましょう。全体的にバランスは良くなったと思います。ここが強いとか、まあ、胸がすごい強かったと思うんですけど、そこに追いつくようにアウトラインもつけてきたので、そこはちょっと変わったのかなと思います。今日結構まあクラス A、ライバル多いと思うんですけど、意気込みお願いします。まあ、自分らしくいいステージにして、お客さんだったり審査員に釘付けになるようにちょっと頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。鈴木選手のインタビューでした。ありがとうございます。自己紹介お願いします。はい、渋谷一成です。パワーシム東京のトレーナーします。2年ぶりのブレイズオープン。ブレイズオープンは2019年ぶりなんで4年初めてオープン出たのがブレイズオープンなんですよ。でセカンドゴールですごい苦い思い出があるんで、今回は1位取って払拭したいなっていう気持ちで。自信のほどは？いや、めちゃくちゃ去年よりも仕上がりいいですし、まあ、去年の反省を踏まえてちょっと早めに仕上げて、はい、で5月に挑めるように調整してきたんで、はい、5月21そうですね、5月21のプロクオリファイ出るのは2年ぶりですよ。そうですね、エディさんがプロだった時なんで2021なんで2年ぶりですね、はい、エディさんとワン、まあ、エディさんの次にそうです、ね、だった時、その時は、はい、もうエディさんプロになりましたからね。そうですね、もうなるしかないですね。クラッシー、はい、俺のものだと。そうですね、クラッシーは、はい、取ります。最後に意気込みお願いします。はい、5月21日、プロ取って、IFBB プロの世界に行きたいと思います。頑張ります。 OK、 渋谷選手でした。ありがとうございます。ありがとうございます。自己紹介をまずお願いします。上里城です。ありがとうございます、はい、FWJ の参戦は何年ぶりになりますか？4年ぶりですね。4年ぶり、はい、意気込みなんてところはいかがですか？まあ、とりあえずプロになって、はい、っていうところですかね。緊張みたいなところはあるんですか？まあ、4年ぶりなんで、はい、逆に何だろう、緊張がもう何か分かんないみたいな感じにはなってて、ただ緊張するっていうか、はい、プレッシャーは感じます。あ、直前のなんか鳩駒さんとかいろんな方に紹介されたっていうのとあと、まあ、わざと SNS をそんな稼働させてなかったんで急に注目が集まっちゃって、で、まあ、周りのもともと強い選手とかからはつながりがあったので、まあ、プロになるでしょうみたいな見られ方をしているので、そこでちょっとプレッシャーを なって当たり前みたいな、なんか圧は感じます、周りからも。なんか急にね、あの急上昇してきますよね、はい、名前が。僕的には急に成長した感覚ではないのでずっと計画的に動いてたので。ちなみにその4年間のなんか大会出てないブランク期間って何人されてたんですか？ひたすら俺は絶対プロになると思って筋トレしてましたね。周りがどんどんなっていく感じっていうのは どうだったんですか？どうでもいいと思ってました。あ、素晴らしい。自分は自分の計画があるんで、うんうんうん、っていうか早くなったところでプロになっても勝てないって思ってたんで、うん、そのピークをこの2023年にぶつけてきた。ピークかどうか分かんないですけど、はい、まあ、とりあえず取れるラインなのかなっていうレベルまでは来た気がします、はい、まずは今日、まあ、5月3日リージョナルの目標みたいなところなんですか？まあ、今日もほぼ無調整なんで21日のために、うん、まあ、とはいえオーバーオールは取って帰りたいなと、まあ、前がオーバーオールが一切ない大会で、はい、ノビスオープンだけの大会だったんで、あ、まあ、そこではありがたいことに2冠取れたんで、うん、2位のトロフィーとかもいらないから、はい、そもそももらいたくないんで、うんうん、1位とオーバーオールが金色だけで、はい、取って帰りたいですね。素晴らしいですね。期待してます、
タート。OK、以上。以上がニンニクプラス B でした。まあ、まだ今日どうなっても絶対21日だから、結局はあのここで僕は勝負を決めた。なんか服のやつ。びっくりしちゃった。もうやばいです。釣ってて死ぬと思いました。よかったです。あ、もう待ってるんですか。よかったです、ね。よかったです。4年ぶりなんで、とりあえずこの状況を作れてよかったですね。ありがとうございます。皆さんが着てるウェアあるでしょ、みんなウェア、これをおざなりに選びすぎ、もう簡単に選びすぎなので、今はね、チュラウェアとかダークスポーツとかビータムとかいろんなメーカーがあるけど、フィジーク専用のウェアっていうのはフィジークのためにある。だから足が太く見えたりボディラインが強く見えたりする。でもサーフブランドあるでしょ、いろんなサーフブランドあるじゃん、ハーレーとかいう、そういうのは足が動きやすくなってブッカブカになって足が細く見やすくなる。トップ6の発表です。はい、それでは優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちは？嬉しいです。はい。出場されたきっかけは何ですか？あの、もともと去年 APF に出させていただいて、で、あのそのきっかけで FWJ もして、やっぱりあの女性の憧れのキラキラビキニを着たいなと思って今回出させていただきました。初出場、初優勝ということで、今後の目標とりあえず食べたいです。何を？何だろう、フライドポテト。たくさん食べてください。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、それでは優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今の気持ちは？いや、めっちゃ嬉しいです。ちょっと不安でしか不安でしか仕方なかったんで、もう嬉しいっていう感動しかないです。佐野さん、プロフィールにも書いてありましたが、まあ、過去ちょっと大病を、ね、はい、されたということで、本当は去年出るはずだったんですけど、去年ちょっとあの手の方をまあ、あの大会の3日前に、まあ、あの犬に噛まれてちょっと14針縫う怪我をしてしまって、去年ファーストのやつ出れなくて、今年改めて出場しようとしたんですよ。でそれで、2週間前に40度の高熱出してて、今回もかって思いながらも、その4キロぐらい、まあ、あのリバウンドしちゃったんですけど、1週間かけて必死でもう泣きながら減量して、なんとか試合に間に合わせたって感じで、あの、ね、本当に優勝できてよかったです。素晴らしいです。まだ今日続きますが、自信の方が最後。そうですね、オープンの方もファーストコール呼ばれたので、まあその入賞したいってずっと思ってたところなんで、まあ、今回ファーストコール呼ばれたんで、もうそれだけでめちゃくちゃ嬉しくて、もう今日終わったらとりあえず6ヶ月間で、今24キロぐらい6ヶ月間でもうあの体重落としてて、なんで、まあ、今日終わったらとりあえず大好きなチーズケーキ食べたいと思ってます。たくさん食べてください。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちをお聞かせください。いや、正直嬉しいんですけど、やっぱりオープンをやっぱ一番目標としてたので、そこはだけちょっと悔しいって感じですね。はい、出場されたきっかけみたいな。きっかけは、やっぱ僕あんまり大会興味なかったんですけど、もう周りがお前なら勝てると出ろ出ろと鼓舞されて、まあ
出てみたら楽しかったし、経験的に良かったなと思いました。はい、はい、それでは優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちは？いや、なんか実感が湧かないです。ノービスファーストチャレンジは惜しくもって感じでした。いや、めっちゃ悔しいですね。ここでリベンジ、はい、なんとか FWJ に出場されたきっかけみたいなのを教えてもらってください。もともとずっとトレーニングが好きで、でなんかの周りの方からちょっとそんだけやってるんだったら出てごらんよって言われて、で出始めたのがきっかけだったんですけど、結構本当は去年のブレイズオープン出たくて、まあ、でもちょっと病気したりとかうまくいかないこともあって、でも絶対また出ようって思って、それで1年越しにちょっとリベンジできてすごい良かったです。じゃあ最後、今後の目標あれば一つ。今後は私は今日本に住んでるんですけど、6月からちょっとタイに移住するんですけど、まあ、日本もちょこちょこ来るんですけど、まあ、タイでもちょっとフィットネスとか広めて、また大会も出れたらいいなって思います。ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、それでは優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちはいかがですか？いや、もう素直にめちゃくちゃ嬉しいですね。はい、もう最多人数ってことでもうめちゃくちゃ緊張してたんですけど、もう不安の中でしたけど、もうすごいやりきったって感じしか今ないですね。はい、この優勝誰に伝えたいですか？いや、もう一番はもう母親であったり、まあ、ジムの仲間であったりも、まあ、やっぱり家族とか、まあ、関わってくださっているくださる皆さんですね。はい、お世話になった方々でカメラに向かって一言お願いします。いや、もう優勝できました。本当に、サポートありがとうございました。これからもっと強くなりたいと思いますので、また引き続きよろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちは？嬉しいです。あのパーソナルトレーナーに将来なりたいと書かれていましたが、はい、そうですね、なりたいと思ってました。思ってた時期もありました。今は？今はあの習ってる方が楽しいです。はい、その教えてくださってる、はい、パーソナルトレーナーさんに感謝を伝えたいと書いてありましたが、はい、カメラに向かって最後一言。いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、それでは優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今のお気持ちは？とりあえず終わったことにホッとしてますね。この後ノービスオーバーオールがありますが、そうですね、気合の方一言。まあ、ちょっともう余力ないんですけど、まあ、出し切っていい結果で終われるように頑張りたいと思います。期待しております。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、込み上げるものがたくさんあったんですが、はい、今のお気持ちは？すごい嬉しいです。もうごめん、すごい、今回の大会は本当、減量も、大変で本当に諦めようと何とも思ったんですけど、最後まで、頑張ってきて本当に良かったです。ノービスオーバーオール最後意気込みをした。意気込み、できる限り、もう力がそんなないんですけど、精一杯頑張ります。応援してます。頑張ってください。お願いします。今出場4目で全部優勝ですね。全部優勝。4冠ですね。4冠です。次オーバーオール取れば5冠ということは自信はあるということですね。頑張ります。最後まで気にさせて、ここまで4冠、そうですね、やっぱり目標としてたオープンクラスはまあダメだったんですけど、やっぱり優勝できたのはやっぱり嬉しいですね、どんなクラスでも。はい、じゃあノービス前で一言、カメラの前で応援してくださってる方もいっぱいいると思います。はい、意気込みをして、オーバーオール優勝します。頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、それでは優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちは？もう素直に嬉しいですね。藤倉さん、消防士ということで、はい、出場されたきっかけはどこにあるんですか？まあ、職場の先輩がやってたっていうところが一番大きいんですけれども、まあ、自分自身初大会初参加でこのような結果が残せて、まあ、本当にとても嬉しいです。この後オーバーオールが出てますが、はい、自信の方はもうやるしかないですね。応援しますので、はい、ありがとうございます。兄弟卒上場企業エリートマッチョのジュンさんです。はい、エリートマッチョジュンジュンです。よろしくお願いします。今の気持ちは？頑張りました、マッチョ。今年の、はい、コンテスト、この後の目標とあれば聞かせていただきます。ちょっと全然まだ決めてなくて、はい、今日のちょっと、はい、5月はちなみに、いや、もうオープンがセカンドゴールだったので
ちょっと厳しいかなと思って出ようかなと思ってたんですけど考えますじゃあ検討します。応援してくれた方々に、はい、カメラの中で一言。今日は皆さん見ていただいて本当にありがとうございました。選手もスタッフの皆さん本当に大変な中こんな素敵な会場を用意していただいて輝ければ用意していただいて本当に感謝です。あと親にも感謝したいと思いますので母の日ということで親も来てくれて本当にありがとうございました。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございます。頑張れ、マッチョ。はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちは嬉しいですどうですか今年の、また今後の目標とまたあれば聞かせていただきたいです。うん、5月プロになりたいのでなれるように頑張ります。でも出場されるということですね。はい、東京でお待ちしますので頑張ってください。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。いかがですか今回の仕上がりは。一応5月21日を、目安にちょっとその調整を完全に絞り切らないっていう状態で出てるっていう形なんですね。でもまあ結構頑張れたのかなっていうふうには思います。結果的には良かったですね。結果的には良かったですね。じゃあ今5月の話が出ましたが、ちょっと意気込みを最後聞かせてください。今日一応ね優勝できたので優勝したら出るっていうふうに決めてたんでちょっと頑張ろうかなっていうふうに思います。東京でお待ちしてますので、はい、頑張ってください。ありがとうございます。おめでとうございます。それでは優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちは。ビキニからウェルネスに転向して3年ぶりの大会だったんですけれどもめっちゃめっちゃ楽しかったです。仕上がり的にはどうでしたか。ちょっと絞りすぎなぐらい絞れてるんですけどかなり変わった自分を見せられたのかなと思ったので21日に向けてこれからもっとかっこいい体になってプロ目指して頑張ります。東京でまた見れるということですね、この姿が。はい、楽しみにしております。ありがとうございます。優勝おめでとうございます。 ありがとうございます。今のお気持ちはいかがですか。いやもう本当に嬉しいというかたくさんの応援の皆さんの応援があってここまで来れたので本当に感謝しています。ありがとうございます。今年もしくは今後の目標あれば。一応5月21日の、プロクオリファイアにはチャレンジしていきたいと思っておりますのでここからまたさらに磨きをかけていきたいと思います。じゃあ最後今までお世話になった方々もいると思いますので、はい、カメラに向かって一言。はい、ディスコ先生、カオちゃん、純子先生いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちはいかがですか。まあちょっと不思議、一人しかいなくてなんかまあなんだろう、ただステージに立って優勝したってことですね。でもリージョナルのために今日一応出て、経験的には悪くなかった。一応オープンのクラスと一緒に立って最後の方にトップ2の選手とちょっとポーズダウンしてそれは面白かったから、今後の目標あれば最後、一応今日出てで、ちょっと様子見てもしかして来週出る21日。今日は、マスターズボディビルだけど21に出るならクラシックの方に出るつもりです、お待ちしておりますので、はい、ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。お疲れ様です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちはいかがでしょう。とりあえずなんすかねまあ予想通りって感じですか素晴らしい感じ。ちなみにカネキンジムに、そうですそうです、はいはい、普段お世話になってます。はい、金健さんも応援してましたよ。ありがとうございます。そう、さっきインスタでメンションされてそう、だからよく一緒にそう会ってよく話したりしてるんですけど、カメラに向かって金健さんメッセージお願いします。金健さんにメッセージですか。いつもジム使わせてもらってありがとうございます。早くプロになります。はい、楽しみにします。そうですね、21日とりあえず結構韓国からもう仕上がり100キロ以上のやばいボディービルダーたちがいるんで、で僕これ今日ボディービルなんですけど、もともとクラシックフィジークの選手なんですよ。そう、じゃあ21日ももうちょっと絞り込んでクラシックも出ますし、今回結構坂部さんからももうなんかプロ時間の問題だよみたいな、初めてもうフィードバックもらいに行ったのに何もそう批判をもらわなかったっていう初めてそうなるほど。だからちょっとボディービルもいいんじゃないかってことで、ボディービルも挑戦したいと思う。どちらも期待できる。そうですね、はい、
まあ、どっちかでちょっとプロカード取って、で8月のちょっとプロ戦クラシックフィジークのぜひよろしく出たいなと思います。お待ちしております、はい、お待ちしてます。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、ビキニマスターズ優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちは？もうやっと取れましたって感じの1位です。ありがとうございます。オーバーオールですね。はい、頑張ります。今ちょっとオープンがちょっとまずかったのでまあでも出れるだけすごくラッキーだと思ってます。応援しますので、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。お気持ちは？お気持ちは嬉しいです。でもまだ21日もあるので、あのそういう目標はそっちなので。あとオーバーオールあります。はい、あります。頑張ります。精一杯。21日に弾みをつけると。はい、頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちは？すごく嬉しいです。もう本当に信じられないぐらいです。この後オーバーオールありますが、まあ、あの思いっきり頑張ってもう最後までに戦いますって気持ちです。応援します。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫ですか？はい、はい、それでは優勝おめでとうございます。ありがとうございます。感極まるものがいろいろありそうですが、やっぱりみんな の, あのここまで来るのに本当にみんなの応援とかあの支えがあっていうことなので、佐藤翔吾プロと同い年そうです、いろいろ年齢のことも跳ね返しながら素晴らしい結果ということで、はい、ありがとうございます。今後の目標はいかがでしょうか？今後の目標ちょっと、まあ、50まで続けるよう頑張ります。その前にオーバーオールが、ね、そうですね、ありますので、ま、意気込みを最後最後まで全力で頑張ります。お願いします。ありがとうございます。頑張ってください。はい、はい、それでは優勝おめでとうございます。ありがとうございます。大激戦区の、クラス A を制しての優勝、はい、いかがでしょうか？まあ、皆さん21に合わせてるとは思うんですけど、まあ、でも素直にこのレベル高い大会で、まあ、いい評価もらえたので、まあ、そこは自信になります。まあ、今日はまだオーバーオールありますが、はい、その後今後の目標あれば？一応21日に出る予定で、まあ、僕ももう少し改善できるところはあると思うので、まあ、できるところはしっかりと改善して21に臨みたいと思います。楽しみにしております。はい、ありがとうございます。頑張ってください。おめでとうございます。インタビューから写真撮ります。インタビューいきます。はい、すぐ終わりしますね。はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちは？嬉しいですね。はい、会場からものすごいどよめきがありました。はい、この後のオーバーオール自信の方はいかがでしょうか？まあ、とりあえず準備してやることやって21日につなげます。楽しみにしております。はい、ありがとうございます。じゃあね、オーバーオール来ました。一言勝ちます。頑張ってください。はい、一言だけもらっていいですか？いや、もう本当に家族に感謝です。ありがとうございました。次の目標は？次の目標はオープン戦にで結果を残せればいいなと思ってます。お待ちしてます。はい、ありがとうございます。ビキニオーバーオールチャンピオンエントリーナンバー38番、アジマレーダー。矢島さん、ここに置いていきます。はい、どうもです。ありがとうございます。さあ、皆さん、ラストいきましょう。はい、素
すごい嬉しいです。ここ目指してやってきたので、また続き21日も頑張ります。さあ最終決戦、ブライズオープン5月21日、ヒデヤマギチアインスタインジャパンクラシック、たった1枚の黒カードに一歩近づくのはどの選手だ。NPC ワールドワイド FWJ リージョナルショー、ブレイズオープンメンズフィジークオーバーオールチャンピオン、エントリーナンバー238番、ウエガトジョー。いやもうやっと帰ってこれたな。4年ぶりですね。4年ぶり。4年前出た大会は、オーバーオールの大会は NPC 選手会ですね。どう夜だけに、夜だけで終わる。本人も覚えてないぐらい、ビューティーアンドリースっていうやつに出て、はい、そこはオーバーオールがない大会だから、ノイズオープンだけなんですよ。それで出てるやつです。4年さん、どんな思いで、今日この日を狙ってきたんですか。もうとにかくプロになりたいなっていうのは2020年ぐらいから思っていて、でもまあその段階で出てもたとえプロになるとプロ戦えないなって思ってます。で出ることがやっぱり出ることで良くなっていく選手なんやけど、僕は出てないとモチベーションが保てないやつがあるだと思ってるんで、本当に体が変わるまで出たくないと思ってずっと準備を本気にしました。はい、4年間まあ正直久しぶりのね、このステージだったんで、調整とか試合感というところからは離れていたから、まあ、我々側からするとちょっと不安、もちろんサイズアップはしてきているのも不安もあったんですけど、見事、来ましたね。ただ、今日本番じゃないですよね。こんばんは。本番のステージは、21日。びっくりした。ここで21日になったらどうしようかと思ったんですけど、そのために今日はほぼ無調整なんで。そうですね。今日、彼はほぼ無調整で、来ています。はい。体にもほとんど負荷がかかってない絶好調な状態、まあ、もうこれこそ雲にあるんですが、5月21日の目標は今日ですね。誰かライバル視してる人いますか。いないです。いないですね。自分自身です。はい、本当に4年間、育ててきたこのブレイズオープン、オーバーオールチャンピオンのフィジークが5月21日海外で終えます。どんな戦いを見せてくれるのか非常に楽しみな展開です。それでは、ルダツ選手、最後までこれね7勝は残ってくれた皆様に最後メッセージをお聞かせください。ね、応援心の中にしてくれた人がいるので、まあかっこいい姿を今日見せられたのかなと思うので、よかったです。また応援をよろしくお願いします。はい、それでは5月21日ぜひ皆さん挑戦したルダツ挑戦しよう生で見に来てください。それでは全員が期待しています。今日はブレイズオープンオーバーオール優勝おめでとうございます。皆さん大きな拍手を送りください。これはびっくりするよね。やばい、うん、頑張って、本当にプロを脅かすぐらい寝かしてきたね。本気でプロに勝ちに行くために4年使ってるんで、いや本当そのバランスをなんちょっと崩してしまう選手もいる中で、はい、見事にフィジークに研究して育ってきたね、本当にね。フィジークの理解度がすごいなと思う。頑張ります。はい、21日、楽しみにしてます。ありがとうございます。もう、海外勢驚かせてください。はい。はい、どういうか、おめでとうございます。はい、いやいや、すごいわ、本当に。ありがとうございます。よかった。いやこいつ持ってかれてよかった。次はプロカードですね。そうですね。おめでとうございます。あ、一安心。OK ということでブレイズオープン終了しました。いつものエンディングは今日はなんと本間ジャッジでございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日どうでしたか。そうですね、はい、やはりまあ5
5月、月末にですねプロクオルフェがありますので非常にレベルが高かった今大会でしたね。そうですね、はい、面白かったのが5月21日にバシッと完全に合わせに来ている選手もいたし、そうですね、今日、完全に狙いに来ている選手もいたから、はいはい、まあ、今日の結果がもう完全に5月21日に反映されるというわけではないですよね。そうですね、うん、やはりコンディション、うん、まあ、調整してない選手もたくさんいますから、はいはい、まあ、印象に残った選手ちょっと今日聞いていこうかな。そうですね、はい、まあ、自分的にはやはり、まあ、フィジークとビキニがちょっと、まあ、今回印象は強かったし、はい、あとはクラシックフィジーク、うん、まあ、今回最多ということで非常に内容的にも良くて盛り上がったと思います、うん、はい、なんか個人的にこの選手がすごかったな。そうですね、まあ、ビキニに関してはやはり、まあ、オーバーオールを取った安嶋選手、はい、まあ、非常にちょっとびっくりしました、出てきた時に、うん、まあ、あのそこまで筋肉つくのかという ところ、まあ、ビキニらしさを残しつつも、あとはそのやはりプロクオリファイ出るでしょうから、まあ、下半身より仕上がってくるのかなと、まあ、今日の大会はまあ9割8割ぐらいなのかなっていう印象でした、うんうん、まあ、安嶋選手はね、苦杯を舐めてますから、うん、あの本当にね、今日は勝つだろう、今日は勝つだろうと言って、まあ、残念ながらこう落としてきた、はい、悔しい思いをたくさんしている選手でもあるから、そうですね、まあ、まず今日このブレイズオープンでのオーバーオールっていうのは彼女にとっては本当にあの大きな一勝だったのかなと。なんか彼女のこの歴史とかストーリーを考えると、はい、うん、まあ、プロカードもそうですけど、このブレイズオープンでのオーバーオール優勝っていうのは一つ大きなあの結果になったのかなっていう印象は。そうですね、自信がついたんじゃないでしょうか、うん、そうでしょうね、はい、もちろん5月21日のねプロクオリファイでも彼女は、悔しい思いをたくさんしてきているので、今年はやってくれるんじゃないかな。そうですね、うん、本間さんが言うように、まあ、出てきた時びっくりしたっていうぐらいのね、もうあのね、カーテンから見えてちょっとこう影でジャッジ席から見えるんですけど、うん、なんか海外の選手かなと思ったぐらい、うんうんうん、なんかもうオーラがもう出てくる前からあったような感じでした。うん、そう、このステージ出てきた時のオーラというのはね、はい、今までにも本当我々の度肝を抜いてくれて目をくぎづけにする選手ではあるので、5月21日は本当に楽しみです。はい、はい、おっとっとっと、ちょっと映ってくださ い, い, いこっちこっちで話してました。もう今話を噂にもう、うん、噂にあのした安嶋玲奈選手、安嶋選手あれじゃないですか、あとつけてつけてつけて、はい、つけたがりみたいな、うん、いやでもオーバーオールのティアラ、はい、嬉しいです。今日このオーバーオール安嶋選手にとって大きな一勝じゃないですか、はい、ねえ、待ちわびたやっとこのリージョナルの、どんな思いですか。いやもう本当に、ま、あの負けられない戦いだと思って、うん、今日来たんで、うん、あのちょっと一安心なんだけれども、まだあと2週間半あるんで。そうですよね、まあ、本番はそこですもん ね, ね。いやさっきも話してたんですけど、うん、まあ、安嶋選手といえばもうプロになるプロになるプロになると言われ続け、悔しい思いたくさんしてきたからね。そうですね、うん、うん、サリアの時もそうだし、ね、あのヒカルちゃんの時も、うん、テーラーの時も。そうですよね、ここで取れなかったんで、うん、もう今度こそは、はい、ね、でも本当一番調子いいですもんね、今まででこの流れとしてもね、一番調子いいですね、うん、うん、もうこれは自信満々ですから、はい、21日やってくれますよ、はい、頑張ります。はい、最後じゃあちょっと YouTube あのご覧の皆さんに安嶋選手から一言。はい、レナです。こんなんでいいの。いいもん全然、はい、あの21日に向けて引き続き頑張りますので応援よろしくお願いします。 OK、 楽しみしてます。ありがとうございます。お疲れのところごめんなさい、呼び止めてしまって。いえいえいえ、あの嬉しいです、こういうの声かけてもらって、うん、頑張りますので、はい、よろしくお願いします。じゃあラスト2週間、はい、ね、体調には気をつけて頑張ってください。他にはそうですね、あとはクラシックフィジーク、今回初のね、そうですね、2クラス A と B のクラスに分けてのリージョナル賞ということで、はい、うん、まあ、クラス A が非常になんかレベル高かった印象はありました、うん、やはりまあコンパクトにまとまっていて、まあ、こうなんでしょうね、こうパッケージ的に収まっている、非常にこうなんでしょう、迫力があるようなボディを持った人たちが多かったし、うん、やはりまあクオリファイ前ということで、うん、仕上がりもほぼほぼ皆さん良かったなと。そうですね、はい、うん、でまあ、優勝したのがまあ土屋選手ということだったんですけども、まあ、55番の藤岡選手、まあ、非常にまあジャッジも割れたので、うん、非常に、まあ、コンディションは土屋さんの方が、一枚上手だったなと、うんうん、今日のコンディションですね。そうですね、うん、はい、さあどうなるのか。またこれでもクラシックフィジークは海外勢が出てくると、そうですね、
また変わるのよ。レベルがちょっと段違いに変わってきます、うん、特にあの下半身、うんうん、下半身がやはり海、ね、外国勢非常に強いですから、はい、まあ、そこはまあ日本勢どう戦っていくかということですね、うん、そうですね、ここも楽しみ見どころ一つ、はい、21日ね、はいはい、そして他にはそうですね、やはりまあメンズフィジックオープンクラス、はい、これはまあびっくりしましたね、まあ、クラス A からですね、まあ、非常にまあ人数も30人近い人がいてですね、ジャッジもかなり選ぶのが大変でした。いや、もう特にクラス A 一番大変だったんじゃないですか。そうですね、粒揃い相当な選手で、うん、まあ、結構あの過去にオーバーオール取ったような、まあ、優勝しているような選手もたくさん 目に見えて非常に混戦でした。でもやはりまあ今日の一番いい人を選ぶというところで、そうですね、まあ、コンディションに間違いがない人がやはり勝っていくと、はい、そうですね、はい、うん、まあ A はクラス A は本当にプロクオリファイも、そうですね、ね、毎年激戦区になることは間違いないけれども、はい、なんか今日のなんかこのサイズ感とコンディションを見ると日本勢やってくれそうですよね、クラス A。そうです、びっくりしたのがクラス B。まあ、最後ね、ちゃんとクラス A でもびっくりしたんだけど、はい、もっとびっくりしたのが、そうですね、うん、クラス B、まあ、最後ね、はい、上里さんと、マナゴ選手、はい、まあ、2人残ってで、まあ、比較しましたけど、まあ、上里選手、まあ、4年前、まあ、私も、拝見したんですけども、まあ、4年間ブランクがあって、まあ、久しぶりに登場ということでびっくりしましたね。びっくりした。なかなかあのサイズ感とバランス、あのシェイプ、そこなんですよ、はい、でかくなってくる選手ってたくさんいるんだけど、そうですね、彼の場合はもう理想のフィジーク の、 あのバランスのまま大きくなってきて、はい、ね、マナゴ選手も十分良かったんですよね。そうですね、うん、まあ、マナゴ選手も2年前ぐらいのブレイズでしたっけ、なんかブレイズ優勝してたような記憶があったんですけど、間違いかな。慎太郎でも結構いろんなところで優勝してるからね。そうですかね、うんうん、まあ、非常にね、マナゴ選手もあの出てきたときびっくりしたんですけど、上里さんが一番最後に出てきたんですよね。そうなんです、えってびっくりしました。そう、よりそう、 かぶせって聞きましたからね。そうですね、はい、かぶせてきたんで、はい、ということで、はい、まずでもクラス C は、クラス C はですね、やはりまあ長身ということで、やはりちょっとこう迫力感には欠けるんですけども、まあ、トータルパッケージで、うん、まあ、渋谷選手がまあ勝ち抜いたというところで、そうですね、本当トータルで渋谷選手が良かったですね、はい、うん、なので最後まあオーバーオールということで、はい、まあ、まあ今回無調整っていうのも非常にびっくりしましたね。上里選手無調整、調整ゼロできたと、はい、あの背中はね、まあ、より前はかなり完璧に仕上がってたなと思うんですけど、まあ、背中もっと、プロクオリファイで変わった姿見れるのかな、はい、うん、いや本当楽しみだな。調整したらすごいんだろうな、はい、皆さん本当に5月21日、はい、ある意味今回ね、なんか今誰が取る誰が取るってこう言われてた人をこうなんかこう押しのけて、うん、なんだろうな、ある意味こうダークホースみたいな選手がたくさんいますよね。そうですね、うん、本当に楽しみ、皆さん絶対ライブで見に来てほしい、はい、5月21日はある意味ここ最近の日で山岸アイリスカエルの中で一番激戦になるかもしれない。そうですね、うん、非常にもうね、コロナ負けて海外勢たくさん入ってくると思います、うん、非常に楽しみですね。はい、皆さんスポーツ楽しみましょう、はい、暖かくなってきたので、はい、とりあえずこんな感じかな、うん、ありがとうございました。はい、それでは皆さん、ブレイズオープン今日もね、長きにわたりお付き合いいただきありがとうございました。それでは5月21日アイリスカエルジャパンクラシックね、プロクオリファイで会いましょう。ブレイズオープン最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。エボルギア、ビート、ネイチャーカン、ご覧のスポンサーでお届けしました。